引き続き深夜にすみません明日はインドネシアに行くんでちょっと早朝の放送がね難しいかなと思いますんで今のうちに放送を作っておきますね Facebook ご覧の方はすみません深夜に Facebook のページが開きますで YouTube をご覧の方はあ、まあ、この時間に見ていただいて一、えー、つね、えー、なんかこう考えの一つに挙げていただければなと思うんですけども今回はね えー、性暴力に対する無罪判決が続いているということなんですよね、うん、非常に深刻だなと思うんですよ、強、う、姦、ん、罪ってものは、強盗よりも軽い罰則ということをね、正していかなければならないということで、えー、刑法改正が行われたんですが、そうなったら、そうなったで、今度はですね、強姦罪が成立しにくくなってくる、うん、もしくはそういうふうな判決をする裁判官、裁判長がいるということに、ものすごく私はね、不安を覚えますね。 例えばこういう判決が出てるんですよ、えーまあえーとね、司法判断による女性の意思に反した成功だと認めながら抵抗が著しく困難だったとは言えないというねこんな判断がされちゃうんですよ、うん、で抵抗できない状態だと男性が認識していなかったっていうね理由もつけられちゃうんですよ、うん、だから男性が女性が 抵抗してないとか抵抗できない状態だからそれに乗じて性行為をしたっていうふうにこれ本人以外に認識できることはないですよねでも裁判官裁判長がそういうふうな追認をしてこんな理由で無罪ですよといきなり無罪なわけなんですよだから中間刑ではなくてね無罪なのか強姦罪なのかっていう時に無罪になっちゃうんですよ で警告とか何もないというね、うん、これは多くの女性にものすごく不安を感じることだと思います。で、次の事例はですね、3月26日、これちょっと年数は書いてないんですけども、んどっかの3月26日に名古屋地裁、えー、岡崎支部で言い渡された、19歳だった実の娘の準強制性交罪に問われたあ父親ですよね。父親に対して 娘の同意は存在せずに極めて受け入れ難い性的虐待に当たるというふうに出ていますここまで見るとあこれは強姦罪が成立したのかなと思うんですけども次ですこういうふうなことを裁判長認めながら次の一文、えー、この娘さんが抵抗不能だったとは言えないというねなんかよく分かんないようなあことによって無罪になってるんですよ抵抗不能だっったとは言えないっていてうのはね すすごく曖昧な表現ですよね抵抗不能であったのか抵抗可能であったのかってどちらかだと思いますけども、うん、単なるねその,この裁判所の感想になっっててしまってるんですよその感想に対して無罪という、えーまあ、ことになってるんですけども、うん、だったら訴訟そのものが受け入れられないというかね起きてないじゃないかっていう感じがするんですけどね。 で、ここで争点になるのは罪が成立するためには被害者の抵抗が著しく困難になるほどの暴行とか脅迫とか抗拒不能ですねもう抗ったり拒否することができないっていうことが必要な要件だと解釈されてるんですよ、まあ、こんなことってのは証明のしようがないと言いますかねうんなんか非常に女性側に不利なんではないかなと思っちゃいましたね で特にですね、この判決では被害を受けた女性が中学時代から性的虐待を受けて抵抗しがたい状態にあったことと事件の少し前にも父親が暴力を振るったことは認めているんですよね認めていながら女性が父親に、えー、服従盲従せざるを得ないような強い支配従属関係にあったとは認められないっていうんですよねどうですかね中学の時からら19歳ぐらいまで、5、6年、 ね、67年ですよ暴力に暴力を重ねられたら抵抗する気力失せると思いませんか、うん、でもやっぱりそういうふうには言えないかなっていうふうにこれは父親側男性側にものすごくね、えー、悲喜した、えー、判決になってるのかなと思うんですよ、うん、で抵抗が著しく困難とまでは言えないっていうふうにしてるんですけどもいや抵抗が著しく困難でしょうというふうに思いませんか 一、えーまあ、日中ぶん殴られても抵抗する気がうせるように56年そんなことをねさせられたら著しく抵抗が困難になっちゃいますよねなんか抵抗したら暴力振るわれたらもう心はあ意に遭わなくても従っていくしかないかなっていうふうに諦めてしまうような関係がねこういった関係が生まれるんじゃないかなと、まあ、まだまだねあるんですけどもこういうのを見ると、うん、まあちょっと、ね、司法ってのは何なのかなと思ってしまいますよね。 同時に男性に対するね冤罪ってのもまだなくならないんですよ男性に対する無,無実の人があ捕らえられて刑に処されるっていうね冤罪っていうのがありますけどもこれ冤罪の本当にね、えー、困ったところは冤罪によって無実の人が裁かれるのと同時に、えー、本来裁かれる人が刑を免れてるってことなんですよね刑を免れてるってことはこの方は免れた人っていうのは次も同じ事案を起こす可能性が高くって それがずーっと連続して捕まらないっていう状況と、連続して関係ない人があ刑に処されるってことがね、同時に続いてるってことで、これも司法の大きな課題として残ってるんじゃないかなと思うんですよね。あ皆さんはね、この辺、あのー、普段は、何ですか、裁判とかね、司法ってものが、縁遠いうものに感じますけども、私もね、やっぱりこう、商売上の誤解から逮捕された身としてですね、うん、こういった、あ かこう自分の声が届けにくい方とか、弁護士さんがつけられない方とか、つけにくい方とか、うん、それから意にそぐわずに判決を押し付けられた方の、こういったね、気持ちにこう少しは近いのかなと思うんですよね私の場合も完全に誤解で無罪だったんですけども、それでも1ヶ月の拘束を受けましたんでね、家宅捜索もありましたし、で自分の会社もやっぱり潰れてしまったんで、無罪にしてもダメージは大きいなっていうふうに感じる日々なんですよね。 皆さんはどういうふうに考えているでしょうかでは、今回は以上です。じゃあちょっと行ってきます。